はい、皆さんこんにちは。テクニカル話人の森口でございます。今日もですね、投資の神様から学ぶ財務書評を読む力、その後超大事な反感期編ということで、株がもっと好きになるチャンネルよろしくお願いいたします。今日今回ですね、このシリーズやってるのはですね、何かというと、この本ですね、バフェットの財務書評を読む力、この本すごくいい本だなというところで、大切なページを少しずつ解説しているシリーズになっております。このシリーズを聞いていただくことで、まあ、会計についてより詳しく知ることができますし、それを投資に生かすこともできます。そして神様ね、バフェットに、考え方に触れることもできるという、そんなシリーズになっております。投資は自己責任にはなるんですが、ぜひ参考になるように頑張っていきますので、YouTube を見ている方はチャンネル登録、ね、スタンド FM を聞いていただける方はフォロー、あとはいいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ではね、内容に入ってこ前に簡単にマーケットだけ確認しておきましょう。マーケットなんですが、日経平均株価今全場引けたところでございます。1月27日全引けの値がですね、プラスの 49.88、 28,596円というのが日経平均株価ですね、になっていますね。で、5分足ちょっと見てみましょうか。5分足で見てみると、11時以降にガクッと下がってるんですね。ちょっとやっぱ不安定だな。200円ぐらい上がってたんでね、強いなというふうに思ってたんですけども、ちょっと不安定なね、展開かなというふうに思ってます。マザーズも見ましょうね。マザーズがマイナスの 0.62、0.05% のマイナスということになりました。さっきまでプラス圏でいたはずなんですけど、全引きギリギリでマイナス圏に入ってしまったというところですね。やっぱりちょっと不安定だなというふうには思います。で、今日朝方やっていたこと、取引としてはですね、まず利益が取れたのはベースですね。ベースもですね、今日結局また全引けね、またぐっと下がって終わってしまったんですが、この朝方のこの下ひげですね、ここのちょうど下のところ720円が安値だったんですけども、11,760円に差し値が入っていて、でそこから10分間ぐらいでですね、12,250円ぐらいまで上げていったというところになっております。もちろん高値では利益確定できなかったんですが、少し下がってきたところで利益確定をしてですね、まあ、十分しっかりとした利益が取れたんじゃないかなというふうに思っています。であともう一個狙っていたのは幕開けですね。幕開け決算発表がありまして、決算発表の数字自体は決して悪い数字ではないかなというふうには思ったんですけども、今日の反応がですね、気配値がですね、非常に低かったと。で、朝一、決算一、気配値見た時には7500円ぐらい、今日のストップ安水準が7340円だったので、まあ結構なひどい評価だなというふうに思ったんですけども、でそこでですね、まあもしあまりも下がりすぎるような修正の動きがあるんであればね、ちょっと取りに行きたいなというところで、まあエントリーを考えてたんですけども、結果としてはですね、買えませんでした。8000円前後ぐらいにですね、差し値を入れていたんですね。8000円前後というのがちょうどここの今冷やしチャート出してますけど、まあ2回3回ぐらい跳ね返されている水準ですので、まあここまで下がってくれば一旦はね、反発する可能性が高いかなというふうに見ていたんですが、今日の安値が8650円ね、ちょっと中途半端なところまでしかね、下がってこなかったので、まあ残念ながら買えなかったというところになってます。こういうのを無理してね、追わないことが重要かなと思いまして、もう何度もこう上がってくれて、あ、買いたい買いたい、でも抑えとこうみたいな感じで、まあ無難な取引ができたかなというふうに思って、今日は自分で自分を褒めたいななんて思っております。はい、では早速見ていきましょう。シリーズの方に入っていきたいと思うんですが、今日やっていく内容はですね、この損益計算書の中の営業経費のところに入っていきます。営業経費って普段あんま見ないと思うんですよね。というのは、まあ、決算短信を見てもですね、この販売費および一般管理費の詳細ってそんなに詳しく載ってない。損益計算書を見てもですね、載ってないことの方が多いんじゃないかなと思います。で今日はまあこの3つ今載ってるんですけど、その中でも販売費および一般管理費のところをね、しっかりと見ていきたいと思います。で、バフェットはね、やっぱこういうところをね、かなり重要視してるんですよね。なので、まあ、その考え方にぜひ触れていただきたいなというふうに思っています。はい、で前回のハイライトなんですが、前回はですね、粗利益までやっていきましたね。さっきのね、ここで見るとこの上の3つの方だけやったんですけども、この売上から売上原価を引いたのが売上総利益過去粗利益ですよというところと、バフェット基準としてはこの粗利益率が 40% 以上一貫して保持している企業、一貫性っていうのはキーワードでしたけども、一貫して保持している企業っていうのは優位性を持っている可能性が結構あるんじゃないという、そういう話でございました。まあ、ただしですね、売上のところでもありましたけども、売上から経費を見ていかないと、その優位性が保てるかどうかっていうのがわからないわけなんですね。なので、まあ、今日の項目っていうのはとても大事な項目であるっていうことをぜひ認識してください。ここをね、大事と言っている人はそんないないと思いますよ。バフェットぐらいだと思います。やっぱファンダ見ていく上ではこの経費がいかに大事か、これはね、私たちにも とても言えることだと思いますので、ぜひですね、掴んでいただきたいなというふうに思っております。で、この54ページまず開いてみたいと思うんですけども、54ページね、バフェットはね、すごいことを言ってます。
営業経費に注視せよ。ビジネスの長期的経済性を破壊しかねない要因はそこに潜んでいるということなんですけども、先ほど粗利率が 40% 以上ね、一貫して保ってている企業っていうのは優位性を持っているだろうという話をしました。で、確かに優位性はあるんだけども、その優位性を持っている企業はですね、道を外してしまうかもしれないと、道を外してしまうかもしれないっていうのが経費の項目に入ってるわけなんですね。で、道を外れてしまう三大要因っていうのがね、ここに載ってるので、これを紹介したいと思いますが、まず一つ目がですね、研究費の増大ですね。研究開発した方がいいんじゃないっていうのはね、ちょっとね、道を外してしまうかもしれない要因ということになっております。で、二つ目が販売費および管理コストの増大、この後見ていきますけども、ここもですね、なんか無理にこうしてしまうと良くないということですね。そして債務に対する利払いコストの増大、なんかこう むちゃくちゃな借金しちゃダメだよっていう、そういう話だと思うんですけども、まあ、この三つがですね、どれか一つでも発生すると長期的優位性というのは破壊されかねないというふうに言っておりますね。この三つの現象の一つでも発生すればビジネスの長期的経済性は破壊されかねない。なかなかね、深い内容かなというふうに思っております。はい。で、実際にですね、じゃあ何を見ていこうかというところなんですけども、販管費を見ていきたいと思います。販売費および一般管理費ですね。56ページの内容に入っていきたいと思います。あ、ちなみにこの本ね、概要欄にリンク貼ってありますから、まだ買ったことないという方はぜひ買ってみてください。そんな高い本ではないと思いますし、そんな分厚い本でもないので、まあ、非常にいい本だなというふうに思っております。はい。で、販売費および一般管理費は一貫して低いことが望ましい、まあ、一貫してまた出てきましたね、になっています。で、ちなみに販管費とはということで、このところに載ってますけども、経営陣の報酬、前年、非出張費、弁護士費用、手数料、従業員の給与、まあ、給料とかね、報酬とかも入っているんだぞというところでね、まあ、原価とかのとはまたちょっと違うんだぞというところはぜひ押さえておいてくださいね。まあ、それもビジネスによって若干その何を販管費とし、何を原価として、扱うかも若干異なるので、まあ、そこはなかなか難しいところではあるんですが、粗利益に対する販管費率っていうのをね、結構バフェットは気にしております。で、バフェットがね、気にしてるんですけども、ただ難しいのは先ほど言ったようにビジネスによってこれは販管費率っていうのは結構異なってしまうんですね。なのでキーワードは一貫性です。一貫性を持って、まあ、この辺の基準をクリアしてればいいよっていう基準を今日お伝えできればなというふうに思っています。で、ちなみに今バフェットセレクト出てますけども、例えばコカ・コーラ、一貫してだいたい粗利益に対しての販管費の割合というのが 59% ぐらい、 59% が決して低いというわけではないんですが、保たれているっていうところがすごく重要ですね。ムーディーズに関しては25、すごく低いですね。コストの割合低いってすごくいいことです。P&G、プロクター&ギャンブル、が一貫して 61% ですね。一貫してっていうところがとても大事です。で、逆にじゃあダメな企業、優位性を持っていない企業の比率っていうのは何が起こるかっていうと、比率が上下に激しく変動するということですね。ちょっと隣の隣のリフォームの音が鳴り響いてますけども、ちょっとご了承ください。で、例えば GM なんかは28から83ということですし、フォードなんかは89から780ね。まあ一体どんだけ変動するんだというところなんですが、これが起こると何が起こるかというと、長期的にね、成長していくかどうかを確認したいのにもかかわらず、こうブレた時にですね、損失を垂れ流す期間がどんどん発生してしまう可能性がいずれ起こるだろうということなんですよ。そうしたら株価は絶対大きく触れちゃいますよね。こう安定して上がっていくってことなんかはなかなかないですよね。なので先ほど言ったように何が基準になるかというと、一貫性を持ってある程度の基準が保たれているかっていうところがすごく重要だよというところをぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。で、一旦じゃあそのある程度の基準というのが今日のね、ポイントになると思うんですが、粗利に対する販管比率というのが非常に優良企業であれば 30% 以下ぐらいに保たれているだろうと、これも一貫してね、一貫してというところになっています。ただ 30% 以下の企業探していただくと分かるんですが、すっごい少ないです。めちゃくちゃ少ないです。なかなか見つかんないです。なのでさっきもね、コカ・コーラとかも 59% とかですからね。だから30から80ぐらいでも優位性を持つ企業は多いですよということですので、まあ、30% 以下でスクリーニングするとですね、もう全然入ってこないので、まあ、30から80ぐらいでも優位性を持ってる企業は多い。ただし、キーワードとしては先ほど言ったように一貫性ですね。ここ注目をしていただければと思います。で、たびたび 100% 近い数字が出る場合、つまり、販管費が高いことによって赤字になっちゃうような企業の場合には、激しい競争に巻き込まれている可能性が高いというところをぜひ押さえておいていただきたいかなというふうに思います。はい。で、じゃあ実際に販管比率の基準はというところなんですが、銘柄スカウターでね、昨日の中でもこれ見ていきましたけども、銘柄スカウターでこう銘柄比較ができるんですね。なのでマネックス証券のね、口座開いてない方はぜひ開いていただいて、銘柄スカウターは無料で使えますので、ぜひ使っていただくといいと思うんですが、まあその中でですね、利益率等で比較ができますけども、ここには販管比率っていうふうに書いてあります。で、この販管比率はおそらくですけども、販管費割る売上
ね、さっきのバフェットさんの時には売上総利益から粗利から販管費の割合を出してましたけども、売上から販管費の割合を出しているということなので、まあこれをこの指標で見るならばですよ、まあ仮にですね、販管費の割合として 12% 以下ぐらいかな、まあ粗利率 40% ぐらいのかけることの 30% ぐらいだと、だいたい 12% 売上に対しての 12% ということになるので、まあ、一貫してですね、この販管比率、マネックス証券銘柄スカウターで見る販管比率が 12% 以下を何年も何年も保たれているような、そういう企業というのは、まあ、コスト面から見て非常に優秀であるということになっております。多少のブレ関係なくですね、利益が残し続けることができるということですね。なので、まあ、優位性を持っている可能性が高いということになっております。でそこからですね、まあ、さらにさっき30から80ぐらいでもいいよというところだったんですが、で粗利が40から80ぐらいの幅で見たときには、まあ、この12から64ぐらいでもちゃんと一貫性を持って、この販管比率というものが保たれている、しっかりと利益を出し続けることができている企業であれば、やはり優位性を持っている可能性は高いというところをね、今日は学んでいただければ嬉しいかなというふうに思います。まあ、前回の時にも言いましたけども、とにかく一貫性ですね。一貫性を持ってコストコントロールができていて、かつ利益を出し続けることができるっていうところがかなり重要なポイントに入ってくると、そこにはやっぱり競争優位性があるというところをぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。で仮に販管比率が低くてもというところで、バフェットが気をつけていることを紹介していきたいというふうに思います。これは58、59に載ってる内容ですけども、販管費に苦しめられ続けている企業を避けること、要はね、変動が激しい企業は避けましょうねっていうことですね。今日のもう振り返りになってますよ。で、販管費が低くてもですね、この後見ていく、明日以降見ていく研究開発費であるとか、あとは設備投資であるとか、債務利払いですね、この辺の増大、この辺の急激な増大によって経済性が破壊される可能性はあるんだぞというところで、まあ、優位性を持つ企業だとしてですよ、その企業を買ったとしても、あるたまたま研究開発めちゃくちゃ頑張りますとかね、設備投資ガーンやりましたとかね、債務利払いボーン閉じますみたいな感じになると、経済性が破壊される可能性があるというところですから、一旦決めつけずにですね、こういうコスト面の進捗なんかもしっかりと、追っていきましょうというところが、まあ、バフェットさんが見ているところということですね。まあ、やっぱ深いですよね。なので、まあ、こういったところですね、しっかりと皆さんもですね、ただ決算を見て業績がいい、利益がどうのこうのだけを見るんではなくてですね、かけるコストに対して、どういうふうに変動していくのかっていうのをぜひチェックしていただければと思っております。では今日のまとめになっております。まずですね、粗利益から次に引くのは販売費及び一般管理費ですよというところですね。で今日はこの一般管理費、販売費及び一般管理費について話をしてきました。でバフェット基準に対しては、売上に対する販管比率が 30% 以下で、30から 80% ぐらいでも優位性がある場合もありますよと、この基準をね、ぜひ覚えておいてください。さっきはマネックス証券の銘柄スカウターでいきましたが、その場合には 12% 以下で、12から 64% ぐらいでも優位性がある場合もありますので、一貫性ですね、3番目です。過去10年間分の一貫性を確かめるっていうところが非常に重要なポイントになってきますから、まあ、これは前回と同じ3番目のまとめになるんですが、ぜひですね、この一貫性を確かめていただければと思います。販管費の一貫性ですね。今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。ということで、今日の中でも少しでも参考になれば、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。明日はですね、ちょっと難しい内容に入ってくると思うんですが、営業経費の続きですね、研究開発費であるとか、あと減価償却費なんかにも触れていければなと思ってますので、明日も聞いていただけるという方は、 YouTube の方はチャンネル登録、スタンド FM の方はフォローいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますので、ぜひ明日もよろしくお願いいたします。で、一点お知らせが入れさせていただきますが、個別銘柄をとことん分析するマガジンを配信中で、現在神戸物産ですね、最新記事されてますので、よかったらそちらの方も覗いてみていただければ嬉しいかなというふうに思っております。ではまた明日、この財務諸表でお会いしましょう。さようなら。